ウィリアム・ジョセフ・バーンズウィリアム・ジョセフ・バーンズはアメリカ合衆国の外交官。2021年3月23日より中央情報局長官を務めている。1978年、ラサール大学歴史学科卒。マーシャル小学生を得てオックスフォード大学に留学して哲学と国際関係論を学び終士課程修了。1982年に国務省に入省。 在安安大使館政治部、近闘局、国務副長官室に勤務。国家安全保障会議近闘部長、在ロシア大使館講師参事官兼政治部長、政策企画本部にて副部長及び本部長代理を、歴任。1996年から1998年まで、国務長官特別補佐官及び国務省事務総長。1998年から2001年まで、 中ヨルダン大使、2001年から2005年まで近党担当国務次官補、2005年から2008年まで中ロシア大使、2008年から2011年まで政治担当国務次官、2011年から2014年まで国務副長官、2021年1月11日、ジョー・バイデン次期大統領より中央情報局長官に指名され、上院では、 全会一致で人事案を承認。3月23日に就任宣誓を行った。バーンズはアラビア語、ロシア語、フランス語を理解し、大統領功労賞を2度受賞した。また国務省からも数多くの表彰を受け、2度の功労栄誉賞のほか、ジェームズ・クレメント・ダ賞2005年に紛争解決と平和構築を叩いたロバート・シー・フレイジャー記念賞2006年に、 貿易開発におけるイニシアティブと成功を称えた、チャールズ・イー・コップ・ジュニア、国際親善賞、及び5度の特別栄誉賞を受賞。雑誌タイムは1994年、バーンズをアメリカの指導者として有望な40歳以下の50人、世界的な指導者の卵100人に挙げた。バーンズは外交官として、1985年に、エジプトに対する経済援助とアメリカの政策を、 表した。2018年春の叙勲で朝日大受章を受章。ありがとうございます。